ツートン、トントン、トンツー、ツーツーツー、トンツー、ツートン、ツートントン。ディオーンは、ゼンノノブロイ。ダウンリンク、ダウンリンク、ツートン、トントン、トンツー、ツーツーツートンツー、ツートンツートントン。フォブン、更新不能。でも、フィスクなら有効。ハーベストムーン。コスモス、もう咲いてるんだ。いよいよ秋だ。秋の G1 が始まる。春、 G1 の大舞台。次こそはと勝負をかけた。でも勝ちきれなかった。上の世代が打ち立てた偉大なる記録、その頂へは至れずに、下の世代、まばゆい才能たち、その輝かしい活躍に飲み込まれ、英雄。掲げた目標はあまりに遠い。でもだからこそ、この秋こそ結果を出さないと。秋シニア三冠をこの手に。That's it! Pick up the pace! Try and keep up! もっと速くだ、ロブロイ。Do another lap! もう一度だ、ロブロイ。今日の GO! ベストタイムからマイナス 0.1 秒。必ずだ。少し休憩だ。回復したら再開する。すみません。すぐに回復します。頑張らなきゃ。もっと。よいしょっと。お月見用のレジャーシートはこれで足りるかな。そろそろお団子の材料も発注しないと。おや、ユニバース、なんだか難しい顔をしているね。考え事かい。モラーを検知したから、富士奇跡の運搬物は何らかのミッション。これかい。お月見交流会で使うものをね、倉庫から出してきたんだ。おお、お月見交流会、もうそんな時期なんですね。富士山は実行いいんですか。お月見、ユニバースはまだ参加したことがなかったかな。この時期に毎年やっている生徒同士の交流イベントなんだよ。そろそろ秋のレースシーズンも近いだろう。おのおのの目標に向けて支え合ったり励まし合ったりするという趣旨のね。デビューした子もしてない子も、先輩も後輩もごちゃ混ぜの行動トレーニング、とっても楽しいです。何よりトレーニングの後のお月見パーティーはアメージング。
同じカマフード食べながらみんなとたくさんおしゃべりできます。レースに向けて励まし合ったり目標を語り合ったり。想定道具を送るっていう伝統もあるんだよ。競争者として想定道具は長く付き合っていく大切なアイテムの一つだからね。相手を励ましたい、支えたい、一緒に頑張りたい、いろんな思いを乗せて送られた。それが競争生活の糧になるんだ。私はドーベルと送り合いました。私は短距離とマイル、ドーベルはミドルディスタンス。目標レースでお互い頑張りましょうって、みんなと励まし合っていっぱい応援してもらったおかげで頑張れましたし、 G1 レースも勝てました。お月見、支え合い、秋のレースシーズン。はあ、結局今日もタイム更新できなかった。個人的にご指導をって無理言って頼んでおいて、こんな状態じゃクリス S さんに申し訳が立たない。あ、ねえねえ、そろそろお月見交流会だよね。私たちも参加する？この秋頑張りたいじゃん。ああ、だね。なんか式挙げられそうだし、あわよくば先輩たちにもいろいろ教えてもらいたいし、やるか一緒に。あ、そっか、交流会もあるんだ。合同トレーニングと食事会だったっけ。皆さんも秋のレースに向けていろいろと動いてる。私は成長できるのかな。シーズンが始まるまでに掲げた目標を達成できるのかな。違う、やるんだ必ず。クリス S さんのご助力を無駄にしないためにも。ゼンノロブロイのモードはレブスなら